キンプリファンの絶望、悪夢の日から1年。脱退の理由、未来への思い、別れの惜しみを伝える。2022年11月4日、KNG&PINS、キンプリのファン、ティアラたちが絶望した悪夢の日から1年を迎えた。当時の思い出や大きく変わった現状を嘆くファンの声が SN、SNS にも多く寄せられている。 2022年11月4日、この日をキンプリファンは決して忘れられないでしょう。翌年にデビュー5周年を控え、個々の仕事も絶好調。新曲、月読みも発表されてメンバー間の中も良好。そんな順風満つるほだったキンプリから一度に3人が脱退することが発表された運命の日ですからね。 キンプリは平野耀、二26、岸優太28、神宮寺優太26の3人がデビュー記念日前日の5月22日に脱退し、ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。からも退場岸が9月30日、長瀬二24と高橋海斗24は残留し、2人体制へと生まれ変わった。 平野騎士神宮寺の3人は、まず平野と神宮寺が7月7日に滝沢秀明氏41のエンターテインメント会社、戸部に合流。騎士は10月15日に戸部に合流し、ユーヴバー・アイとして再始動することを発表した。 キンプリのメンバーは不仲ではありませんでしたが5周年を向けて話し合いを重ねていく間にだんだん方向性のズレも感じていたと脱退の経緯を公式に説明していました。長瀬さんが3人の退場発表から間もない同年11月10日にラジオで語った言葉が象徴的です。ワイドショー関係者。 11月10日放送の長瀬角のレディオガーデン文化放送で長瀬は自分たちで言うのもなんやけどそれぞれの個人仕事もあって結構やりたいこともやらせてもらっていたと感じていただけに俺からしたらその選択肢だったいがあったっていうことに気づきもしなかったと涙ながらに語っていた そして、せめてさ、2ケラ3年、数年はもう少し一緒にやらせてくれ。と説得したが3人の意志は固かったことも。しかく、2ケラ3年、と言わず、あと1年続けてさえいれば。長瀬さんは2ケラ3年と言いましたが、ファンの間では、脱退騒動からの1年間に起きた、旧ジャニーズ事務所をめぐる騒動の数々から、あと1年続けていれば、 という嘆きの声も非常に多い。もちろんたらればの話になってしまいますが、本当に、もしあと1年続いていれば、キンプリは現在も5人のままだったのかもしれないんですよね。前でのワイドショー関係者。そもそも、平野がキンプリとジャニーズを脱退した理由は、事務所の前社長である藤島ジュリー恵子氏との確執が原因と言われている。 2022年11月の週刊文春によると、ジャニー北川氏、去年87の悲願だった海外進出を実現しようと奔走していたのが平野、神宮寺、騎士だったが、海外での活動について取り合ってくれないジュリー氏に不満を持っていたという。 平野は2022年の初め頃からジュリー氏に思いを伝えるため何度も面談を申し込んでいたが、ジュリー氏のドタキャンが相次ぎ、途中からは5人で来るように言われ、メンバー5人で会いに行こうとしたものの、それでもドタキャンが続いたとされる。ようやく5人とジュリー氏の面談が叶ったのはその年の9月頃。 しかし、その席でも、ジュリー氏はメンバーの話をまともに聞こうとしなかったと、週刊文春では伝えていた。ジュリー氏は所属タレントの映画やドラマなど映像を中心とした路線を進めていたといいます。残留した長瀬さんは、今年4月クールの福山雅春さん、54、主演の連続ドラマ、ラストマン全盲の捜査官。 TBSK2022 年公開の吉岡秀隆さん53主演映画 D.R. 古藤新良女など役者業でも大いに期待されているタレント。そして当時はジャニーズ帝国に対する忖度で退場したら二度とテレビドラマに出られない風潮さえあった。 それもあり、俳優業もやっていきたい長瀬さんと高橋さんに退場という選択肢は浮上しなかったのではないでしょうか。全道。四角一年の間にジャニーズは崩壊、創業家は退場、戸部が設立。ところが、平野。 岸、人流ジの脱退が2ヶ月後に控えていた今年3月に、イギリスの公共放送 BBC がジャニーズの課外を特集したドキュメンタリー、J-POP の捕食者、秘められたスキャンダル、プレダター、ザ・セイクレットスキャンダル・オブ・ J-POP を報道。ジャニー氏の騒動が海外で明るみに出るきっかけになった。そして、4月には被害者で元ジュニア、旧ジャニーズ JR。 のカウアン・オカモト氏が日本外国特派員協会の会見を実施。それをきっかけに、カウアン氏以外の被害者の証言も、主に、フミハルで毎週のように報じられるようになった。その後、沈黙を貫いていた日本の大手メディアも、重い腰をようやく上げて、騒動を追求。騒動は収束せず、9月に創業家であるジュリー社長は、 会社に席は残しつつも、被害者保証以外の業務から退場し、ジャニーズ事務所も事実上消滅することになった。これらの経緯に加えて、ジャニーズタレントの受け皿となる滝沢氏の戸部を設立もあった。だからこそ、キンプリがあと1年続けていれば、あと1年遅かったら僕たち3人は独立しますが、これからもキンプリの活動は5人で続けますってこともあったわけだ。 そうですよね。やっぱりあと一年これが早ければって思っちゃいます。結局今も辛い思いし続けないといけないんだって思います。金プリにはできなくて、他かぐるにはできる結局は、ちゃんと対応してくれたか、してくれなかったかなんでしょうな。金プリも、あと一年違ったら5人での未来があったのかな、惜しいしすぎる。そんな声が、多くの金プリファンから寄せられている。 旧ジャニーズを退場した二宮和也さん、40のように個人の独立と嵐としてのグループ活動を両立するという選択肢だって生まれたかもしれませんよね。金プリの5人で会社株式会社 KNG&PIS を作り、そこが旧ジャニーズが立ち上げる新会社と契約してもよかったでしょう。 もちろん、株式会社 k n g o ブスがトベとエージェント契約を結ぶ方法もある。ジャニーズは崩壊していて、もはや圧力や露骨な忖度は発生しない。トベと契約していても、長瀬さんや高橋さんもドラマや映画に出られたでしょうからね。 離脱組の中心平野さんにとって元凶となっていたジュリー氏はもう退場しているわけで、いくら現金プリの二人と、ヌームバー、アイの三人の方向性が多少違っていたとはいえ、分裂まではせずに済んでいたかもしれない。今となっては全て悲しいタラレバですが、前でのワイドショー関係者、本格的なアーティスト路線を突き進むと見られているヌームバー、アイ、 と、アイドルを続けると見られるキンプリ。それでも、グループは分かれず、両立できた未来もあったのかもしれない。あと1年続けていれば。